サマンサの青い部屋さんからいただきました。はい。来ました。ありがとうございます。待ってました。待ってましたよ。今日から旧盆ですね。私は父、母の足代わりになって親戚回りをする4日間になりそうです。うん、さて、あ、4日間ある地域なんですね。そっか、ね、地域によってね、日数違うって聞いたことあるけど。さて、癖のある親戚といえば、こちらでも時々取り上げていただいている老栄おじさんです。みんな大好きよ、老栄おじさん。うん、その老栄おじさん以外に、母の姉にあたる三重子、かっこ仮名、三重子おばさんもまた癖のある親戚です。今日も老栄おじさんのエピソードをお話ししようかと思いましたが、まだ紹介したことのない三重子おばさんのエピソードをお話ししますね。三重子おばさんは周りからみこねえねえと呼ばれています。おばさんは現在70代後半となっていますが、若い頃は伊勢崎町ブルースでおなじみの青江美奈さんと似て美人だったようで、男性にもってもて、常に誰かしら男性とデートを繰り返していたと母はよく話します。おばさんは若い頃から夜の社交外でお仕事をしていた影響もあり、身なりに常に気を使っており、ハイカラな服装やお線香のような香りを漂わせています。またドスの効いた低音ボイスのかすれ声でタバコを片手に持つのがトレードマークです。その風貌からボスとか姉子といったあだ名があります。そんなおばですが、老栄おじさんと喧嘩まではいきませんが、何かにつけて口論ばかりしていました。以前老栄おじさんが近所の知り合いから子供のお吸い犬を譲ってもらい買うことがあり、その名付けで老栄おじさん対みーこねーねーの名付けバトルが勃発しました。犬の名前であんまり喧嘩しないですけどね。老栄おじさんは、この犬は柴犬だから名前は柴にすると言うと、横からおばが、ぬーが柴、可愛くない、これオスでしょ、チンチンにしなさい。ちょっと待って、こんな構図ないでしょ。もうどう考えても柴だよ。おじさんは、ぬーにチンチン、呼ぶたびチン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 な、みんなの笑いもんに買えない。ええ、おばさんは強い口調で、ええー、オスだからチンチン、レイさんもチンチンにしれ、チンチンもついてるのにチンチンって響きがかわいいさ。おじさんも負けじと芝を押していましたが、おばさんの気迫に負け、最終的に犬の名前はチンチンでした。決まった、決まってしまった。そんな根負けしたおじさんはチンチンゴアと呼んで譲ってもらった犬をかわいがっていました。後日なんですが、この犬は老栄おじさんは